緑湖パーキングエリアは長野県塩尻市の長野自動車道場にあるパーキングエリアである。東 PA から南へ直線距離500メートルほどの場所に名前となっている緑湖がある。なお、東 PA から高速 JCT 方面へ向かう下り線は塩尻インターチェンジまでの2.5キロメートルにわたり直線。 かつ緩やかな下り坂となっているためスピードが出やすく運転には注意を要する。下り線は2020年11月16日にリニューアルオープンした。緑湖パーキングエリアに併設されている高速バス、停留所。本停留所に停車する高速バスは旅客案内上の停留所名を長野道緑湖と案内している。停車する路線、長野道。 緑子パーキングエリアが11月16日リニューアル。蕎麦やスイーツなど、新種グルメ、土産品が楽しめる。トラベルウォッチ、2020年11月21日、閲覧。AB、店舗情報、緑子パーキングエリア上り、東京、名古屋方面。中日本高速道路株式会社。2020年11月21日閲覧。ABC、施設。 サービス案内、緑湖パーキングエリア上り、東京、名古屋方面、中日本高速道路株式会社、2020年11月21日閲覧。AB、店舗情報、緑湖パーキングエリア下り、長野方面、中日本高速道路株式会社、2020年11月21日閲覧。ABC、施設、サービス案内、緑湖パーキングエリア下り、 長野方面、中日本高速道路株式会社、2020年11月21日閲覧、ありがとうございます。